マリコのマリコラジオ。ですね、今日帰り道に桜が咲いておりましたよ。うわー、もう春だなーと思ってね。なんか今年はお花見がね、なんか賑わいそうな感じでした。そして私はね、もうすぐジムで体力測定の日が近づいてるんですね。単にね、体重や BMI とかいうことだけじゃなくて、体の成分測定っていうのをうちするんですよ。で、健康評価するために、その体の成分をちゃんと正確にね、評価する必要があるよっていうところで、体を構成する水分量、タンパク質、ミネラル、体脂肪とかがね、こう、すごい細かい数値で出てくるので、もうそれに向けて今頑張って、ダイエット追い込みで頑張っています。結果は、後ほど報告します。マリラジ。皆さん、こんばんは。マリコです。そして、アシスタントははい、dcl です。ということで、もうね、終わりですね、3月ね。早かった。そうですね。ということで、今回は、今月、旅立ちをテーマにね、ずっと、番組を進めてまいりましたが、最後は、皆さんからいただいたお便りを紹介していこうと思います。はい、それからもう一つ、ツイッターで先駆けて募集させていただきました、マリコラジオ1周年に向けた、皆さんからのお祝いのボイスメッセージが番組に届きました。やったー。もうなんか届かなかったらどうしようかなとね、ヒヤヒヤしておりましたけれども、おかげさまで送ってくださった方がいたので、何名か今日ご紹介できたらなと思っております。では、ラジオネーム、名乗るほどのものではありませんさんから。イベントをきっかけに最近マリコさんの枠を見つけた時にお邪魔しています。枠ということは私が配信しているトピアのね、ことですね。人は多くても身内乗りがなくとても居心地よくて深夜に作業しながら聞いています。反応あまりしてなくて申し訳ありませんが、歌も雑談も楽しく聞いています。今後ともよろしくお願いします。マリコさんの YouTube も聞き始めたので、また感想を書けたら書きますということで、配信アプリトピアからマリコラジオまで、来てくださってありがとうございます。マリコラジオね、始めて、本当に何度もお伝えしてますが、4月で1年となります。で、意外と、このマリコラジオを始めたことをきっかけに、なんか雑談をね、楽しみに、トピアの配信の方も来てくれる方が増えた気がしてるんですよ、なんとなくね。で、もちろんね、配信ではコメントで盛り上げてくれるのも大変ありがたいんですが、聞いてくださってることも大変ありがたいのでね、来れる時に、よかったらね、遊びに来てください。そして、YouTube のマリコラジオの感想は本当に励みになるので、楽しみにお待ちしております。名乗るほどのものではありませんさん、ありがとうございました。そして、もう一方行ってみましょう。ラジオネームは J さん。マリコさん、こんばんは、こんばんは。いつも楽しく聞かせていただいています。ありがとうございます。今回は旅立ちがテーマということですけれど、旅立ちといえば、私も大学で田舎から都会へ行くとき、新鮮な気持ちでいっぱいだったのを覚えています。電車に揺られ、当時はカセットテープだったウォークマンを聞きながら、窓の外を見ながらジーンとしたのを覚えています。この時聞いていたのが、長渕剛の二人歩きです。今でもこの曲を聞くと、あの頃が昨日のように思い出します。マリコさんも旅立ちの日に聞いた忘れられない曲とかありますかということでね。J さん、またありがとうございます。D さん、この長渕剛の二人歩きってご存知でした、ところで。正直聞いたことなかったです。そう、私も聞いたことなくて、今回お便りいただいたので、私ね、この収録前に聞いたんですよ。で、二人歩きってこの、歩むっていう字に日記の木って書いて、この歩きって読ませてるのもすごいおしゃれだなと思って、でね、聞いたらすごいいい曲でさ、ジーンとしちゃいました。で、なんかこの J さんのね、お便りが本当に、その時の情景を思わせるようなすごく素敵な内容で、なんかこの時の、本当にJ さんの気持ちと多分重なるような曲だったのかなとか思ってね、これ多分長渕剛さんの割と初期の曲だと思うんですよね。だからなんかこう、新鮮で、いいなと思って、ちょっと私この曲練習しようかなっていうぐらい刺さりましたね。マリコさんが長渕ですか。私好きなんですよ。乾杯とかめっちゃ好きで。そうなんですね。親が長渕剛とか、玉木浩二さんとかがすごい好きだったので、私もその影響をね、受けてるんですけども。なるほど。はい。で、質問いただいたね、私の忘れられない旅立ちの曲っていうことなんですけど、卒業式で歌った合唱曲の旅立ちっていう曲がすごく好きなんですね。で、旅立ちの日にっていう方の曲は割と有名だと思うんだけど、このね、旅立ちっていうのは、作詞作曲が、石井徹さんがやっている、心の窓を開いてごらんっていうフレーズからね、始まる曲なんですが、私がこれはね、卒業式の時に歌った曲で、低学年の子が上のパート、で、中高学年が下のパートを歌って、2番以降ね、入っていくと、卒業生がその歌声に合わせて退場していくんですよ。で、そこでもうみんなボロボロ泣くわけよ。で、最後、ララララララって、そのサビがずっとこう、ラで繰り返される歌なんだけど、最後、その卒業学年がいなくなった中で、最後のこのラララが歌われるっていうさ、エモい演出だったのよ。本当によくこれ、先生方考えたなと思うんだけどもね。で、やっぱりなんかこう、そのちっちゃい時の卒業式って、なんか永遠の別れみたいなぐらい、すごいちょっと寂しかった覚えがあってね。今までいた、その上級生の人たちがいなくなっちゃうっていうのがなんか寂しくて、この曲がとってもね、私の印象に残っていますね。この曲もね、なんか歌いたいなと思うんですが、なかなかカラオケ音源とか伴奏音源がないんですが、本当にいい曲なので、ぜひね、石井徹さんの旅立ち、皆さんも聴いていただけたらなと思います。J さん、素敵なね、思い出のお便り、ありがとうございました。そしてもうお一方、ラジオネーム、多忙と検索したらマリコさんと出てきました。嘘忙しいマリコさんはいつアニメを見てるんですか？かなりチェックしてますよね。倍速とかでしょうかね。なかなかアニメチェックする時間がないので、マリラジのアニメ情報助かります。ということで、わー、ありがとうございます。そう言っていただけると嬉しいですね、D さん。そうですね。私ね、倍速はしません。D さんはどうですか？します？あ、私もしないですね。なんかさ、倍速にしちゃうと見てる気分じゃなくなっちゃうんだよね。なんかもう倍速にするぐらいだったら見ないっていう感じで、ただ、そのアニメだけずーっとね、じっくり見てるっていう時間はさすがにないので、日常生活の中でお皿洗ったりとか、洗濯物畳んだりとか、手を動かしながら、片手に画面、片方に画面立てかけてアニメ見てるっていうことが多いです。まあちょっとながらみになっちゃってるんだけどね。ただ、本当に好きな作品はやっぱりながらみじゃなくて、じっくり落ち着いて深夜に見たいっていう気持ちがあるんですよ。で、また最近ね、じっくり見てる作品は、まあ今期のアニメで言うと、シュガーアップル、フェアリーテイルと、あと、お隣の天使様にいつの間にかダメ人間にされてた件とかは、割と、ハマってるので、ちゃんと見てます。なるほどね、じっくりね。はい、あと、まあ、これはちょっと作品名は、まだ言えないんだけど、次のマリコラジオで扱う某作品はめちゃめちゃのめり込んだので、深夜に集中してガーッと見ました。はい。ぜひ楽しみにしていてください。ということで、3人の方ね、お便りありがとうございました。ありがとうございました。ということで、はい、先ほど冒頭にもお話ししました、ツイッターで募集したマリコラジオ1周年に、寄せたお祝いのね、音声メッセージをここで聞いてみたいと思います。わー、楽しみー。マリコさんはまだ聞いてないんですか？はい。ちょっとね、触りは聞いたんだけど、あえて全部聞かないようにしたんです。ああ、そうなんですね。ここでちょっと聞きたいなと思って。なので、ここでワクワク楽しみに聞かせていただきたいと思います。マリコさんこんばんは、サルルです。いつも楽しく聞いています。マリコラジオ1周年、おめでとうございます。ありがとうございます。いつも仲良くしてくれて、ありがとうございます。ああ、サルルさん、こちらこそ、いつもありがとうございますわ。一歩目はサルルさんでした。どうもー、ゾロでーす。マリコラジオ、一周年、おめでとう。ありがとう。これからも、頑張ってね。それじゃね、またね。ゼロさんと思わなかった。めっちゃパワフルだったな。ゼロさん、ありがとうございます。マリコラジオ1周年おめでとうございます。いつもお便りを読んでいただきありがとうございます。これからもどんどんお便りをね、書いていきたいと思いますので、採用していただければなと思っております。ありがとうございます。ということで、1人目はサルルさん、そしてお二人目はね、ゼロさん、そして3人目なんですが、名乗ってはおりませんでしたが、お便りを今後も書いていきますと言ってくださったこの方は、本日番組内でお便りを紹介させていただいた J さんでした。うわー、もうお便りだけでも本当にありがたいんですが、こうして音声メッセージまでいただいてね、ありがとうございます。3人の方、勇気を出してというか、一発目ってちょっとね、どうやってやったらいいんだろうっていうね、ちょっとこう探り探りな部分もあったかもしれませんが、とっても素敵な音声メッセージをお送りくださいまして、ありがとうございました。もしね、これを聞いて、あ、なんか自分もこんな感じでちょっと送ってみようかなっていうね、アイディアが湧いた方は、ぜひ、マリコラジオに1周年のお祝い、音声メッセージを送っていただけたらと思います。詳しいね、投稿方法、送り方などは、この後エンディングで今一度説明させていただきますので、よかったら最後まで聞いてくださいね。本当にありがとうございました。ということで、3月ね、最後の回、3月のお題は、旅立ちでした。旅立ちのラストを締める曲は、卒業シーズンの名曲であり、アニソンと思ってる方は少ないかもしれませんが、アニソンです。私がこの曲を知ったきっかけは、おなじみ、ギャルゲー、ときめきメモリアルのキャラクターソングでね、藤崎しおりっていうヒロインと、西野咲希ちゃんっていうね、女の子がメインとなるドラマ CD で、知った曲でした。で、最初ずっとときめきメモリアルの曲だと思ってたんですが、実はそうではないっていうことが後から分かりました。それでは今日はね、この曲でお別れしたいと思います。今日のエンディング曲は、みゆきエンディング、思い出がいっぱい。音源はエンタメライズさん制作の楽曲を使用させていただきます。お届けしてまいりましたマリコのマリコラジオ、いかがでしたでしょうか。いやー、この思い出がいっぱいの曲ってサビの歌詞すごい私好きだったんですよね。大人の階段登る君はまだシンデレラさっていうね、なんかこのフレーズがすごく子供ながらに印象に残って好きでしたね。で、またね、いつも音源をお借りしているエンタメライズさんがこちらのね曲を出されていたので、今回もお借りいたしました。いつもありがとうございます。ありがとうございます。本当に。そしてね、今回は皆さんから1周年のお祝いのメッセージもいただけて、いやー、なんか楽しかったですね。そうですか。これの企画はもともとお祝いメッセージをいただきたいっていうこともそうなんですが、はい、これをちょっときっかけに4月以降ね、なんか皆さんにちょっと短く音声メッセージみたいなものを募集してね、それをなんか番組の中でなんか流すコーナーみたいのがあってもいいよねっていうのの、ちょっとお試し的なところも含んでるんですよね、これね。そうです。だから、ちょっとどうなるかなって、私もちょっと完成したのを聞いてね、いろいろ考えて試行錯誤したいんだけど、なんかやっぱ面白いなって思いましたね。皆さんの個性がすごく詰まってるじゃないですか、たった10秒のメッセージなんだけどさ、その人の人柄とか分かるなっていうのが今回私の大きな感想ですね。リーさんはいかがですか。もうちゃんと届いたことにホッとしてますよ、私は。いつも来ないんじゃないか思ってたからね。はいはいはい。まだね、来週に残してる分もありますんで。そうなんですよ。まだね、今回流れなかった方のは来週以降流れますので、どうぞ来週も楽しみに聞いていただけたらと思います。そして、先ほどもお伝えしましたが、もしね、自分も音声メッセージ送ってもいいよっていう方がいたら、ぜひ番組にあなたの音声メッセージ10秒以内で送っていただけたらと思います。ボイスメッセージのですね、実際の送り方なんですけれども、2パターンあります。1つは投稿フォームから音声を送る方法。そして、マリコラジオの公式 DM の方に音声を送る2パターンあります。詳細につきましてはですね、マリコラジオ公式のツイッターの方で説明させていただきますので、そちらに目を通していただいて、投稿フォームと音声 DM の方にぜひ送っていただけたらと思います。ぜひ投稿にあたってのお約束事を読んだ上で応募していただけたら嬉しいです。そして音声メッセージだけではなく、マリコラジオでは引き続き皆さんからのお便りをお待ちしています。音声はね、ちょっと恥ずかしいよ、難しいよって方はぜひお便りで1周年のお祝いを届けていただけたら大変嬉しいんです。そしてお題ももう発表になっております。4月のお題は何ですか、D さん。挑戦でございます。挑戦だと思えば何でも大丈夫です。もちろんお題に関わらず、感想や質問でも大丈夫です。お待ちしております。宛先はマリラジ専用お便り投稿フォーム、マシュマロもご用意しております。YouTube へのコメントやハッシュタグマリコラジオでツイートしていただくのも大歓迎です。各 URL は概要欄をご覧ください。それではまた木曜日の深夜にお会いいたしましょう。お相手は私マリコと DCL でした。お聞ききいただきありがとうございました。